そこの神社のね、何点が綺麗かどうかちょっと見に行こうかな。あ、でもね、こっから見る、ここのイチョウもいい感じだね。ちょっとイチョウいい感じだから、まあここからが撮るか今日は。なんとなくちょっと左斜めから太陽が差し込んでいるので、ちょっと眩しいなっていうのがありますけどね。まあ冬は致し方ないよね、本当に。さっき言ったかもしれんけど、今日は2週間空気を入れずに、あえてバルーン開演の良さを生かして、つい私ね、高圧にしちゃうんですよ。やっぱパンクが嫌だもんね。マックスで空気圧入れていつも取材に行ってたんですけど、それだと乗り心地悪くなる、当然タイヤの空気圧高くなるイコールタイヤの接地面積が少なくなるということで、パンクの危険性は随分減るんですが、その分乗り心地が硬くなるから、バルーン開演してる意味がないっていうね。まあそんな話ですね。さあ、電動アシスト自転車にスイスイで追い抜かれながら、こっちはヒーコラヒーコラノンアシストで走ってます。ちょっとね、息が上がっておりますけどね、あんまりハーハー言うとみっともないでね、いいおっさんがハーハー言ってる息を切らしながら坂道を登っていく姿もみっともないので、できる限りハーハー言わないように、苦しいですけど言わないようにして登っております。ここ電動アシスト楽でいいよね、本当にスイスイですよ。お、救急車、消防車出動、火事か、ちょうど映ってない、飛んでった。意外とこうしてみるとね、今日改めて気づきましたけど、広小路、あれ電動アシストか、速いな、どこのやつだ、いいバイク。意外とね、イチョウの木が多いよね、こうしてみると。結構あるじゃないですか。さあ、ごちゃごちゃ言いながら走っております。どうしようかな、まあ今日は体力次第だけど体力が残っとったら東山の紅葉見に行こうかな。さあ、千種警察前まで来ました。日頃あんまりこう通らないよね。そう言っとるともう池下到着、この間サンクレア池下の前を通過しております。1回ぐらいしか来たことないな。なかなか池下もね、なんかイベント祭事コンサート、演劇、観劇、その他ないとね、なかなか来るとこではなかったんで、ほぼ私も来てないですけど。さあ、こっからちょっと錦通り突入します。まあ車通り少ないもんでね、どうしてもこっち来たくなるよね。その代わり紅葉のタグ一切ございません。木が切られとる枝からバッサリ、何の木だろうね、もうバッサリ切られとるね。よっぽど葉が散って苦情が来るんですかね。もうちょいしたら桜通りへ移行します。今右手に公園見えたけどね、そんなに紅葉は綺麗じゃなかったな。もうだいぶ枯葉に近くなっとった。とりあえずもうちょい今池北の交差点あたりまで行って、そこから桜通り入りたいと思います。紅葉してるといいけどね。この前っていうか、どう1ヶ月ぐらい前に出した一昨年結構前の動画の時はすごく綺麗でね、良かったですけど、今日はどうかな、紅葉しとるといいけどな。ちょっと紅葉が見えてきました。この先何の木だ、ちょっと赤いのがね、見えてきましたね。まあ今これぐらいってことは、あと2週間ぐらいは楽しめるかな。今日はちょっと本当はというか、ちょっとその気になってたのは、高欄系まで行こうかなと、自転車でちょっと一応ルート選定もして、ちょっと行く気にはなったんですけど、この週末二度寝をしまして、起きたのが朝の10時半とかね、10時とか、どんだけ寝とんだったんです。そんな風でしたんで断念しました。はい、あっさり。さあ、ニューイマイケビル、新イマイケビルのところだいぶできたね、だいぶ立ち上がっとる。さあ、これで桜通りへ出ます。ロールスロイスの前を通過、ここで桜通り突入します。パッと見、あそこのイチョウ綺麗だね。さあ、どうか。ああ、この辺はそうでもねえな。奥は、ああ、まあちょいちょいだね、ちょいちょい黄色くなってるけど、めちゃくちゃ綺麗ではないです。日が照ってる方がいいのか、そうじゃないのか、ちょっとよくわからないですね。どっちがいいのかな。こっから見た感じは日が照ってるとこの方が綺麗かな。山の天気の横なんか作っとるね。ちなみにですけど、クラウンスポーツ置いてある。これなんていうの、カッパーだった、なかなかいい色だね。あ、パッと見どうだろう、ボンネット結構長いなって感じ。21インチこれタイヤ、
後ろはそう広くはないだろうね。まあこれとアリアどっちがいいかって話になるよね。まあでも思うのはですね、私もまあ散々いろんな車も乗ってきましたし、いろんな車購入検討だけはもう散々してますけど、購入検討だけは散々してますが、まあなかなかね買わないですけど、人を乗せるって考えたらもうやっぱり絶対的な広さ必要ですよね。絶対的な広さプラス当然そのシートの質感とか床と座面との距離とか座面の長さとか背もたれの高さとか角度とかっていうね、広きゃいいってもんじゃないわけですよねやっぱりね。まあ、私もあの散々軽自動車も乗ってきました、普通の車も散々乗ってきましたけど、だからどっちがっていう話はね言い悪いっちゃ話じゃないんですが、まあ広さで言うならねタントとかね Nbox とか、まあそのあたりは当然広いに決まってますよね。まあ広さに特化してるというか、もうフラットフロアなおかつボネット小さくて車体短いけどボネット短くした分後席に当ててるって、だから広さ、まあそれを売りにしてるからね広いに決まってるんですけど、じゃあ長時間乗れるかったらそれはもう無理だよね。だからそこら辺近所を短い時間乗るんだったら全然 K でいいけど、私は K も散々のあの所有もしてたんでね、 K の良いところ悪いところは十分知ってるつもりで物を言っておりますよ。だから軽自動車乗ってる方は別に気を悪くしないと、本当の話をしてるだけなんで、一人で乗るみたいで全然 K はいいですよ。一応マニュアル車も乗ってたしね、まあターボ4駆も乗ってたし、一人で乗るにはもう全然問題ない。ただボディの小ささから来るリスクは当然あるからね。当然ぶつけられた時に弱いに決まってるし、物理的に小さいし、質量が容積が小さいから、ね、それはもう洗うこともできない事実ですわね。さあ桜で来ました。でコストもね確かに自動車税は安い、でも任意保険まで含め車検まで含めそんなにじゃあ普通車の半額ぐらい安いかったらそんなことはないよね。だからそこをどう捉えるかですよね。それでも安い方がいいんだであれば当然軽自動車っていう選択肢一択になりますし、安全性、騒音性、実際のコストもろもろ考えた時にねどうするかっていうところですよね。私も一時ねやっぱりセカンドカーサードカーを持ってる時に当然金かかるから軽という選択をしてました。少しでも安くっていうね、家計を握ってる人を説得するためには少しでも安くっていうのは必要ですから、軽は安いからいいんだっていうね、そういう理論で押し切るしかないんですけど、確かに安いよ。自動車税払う段階4月5月6月ね、この辺りに思うのはそれはうわ高いな普通車はと、それだけ見れば高いなに見えるわけですよね当然ね。でも慣らしていくとどうよって、そこまで差がないよね。任意保険だって大して変わんないしって感じ。特に任意保険はね、あなんかこのビル変わっとるねこれ、そう変わってね、おしゃれですね。この衣装というか壁のタイルみたいなのがちょっと変わった感じですね、はい、この桜通り、まあ、そんなめちゃくちゃ紅葉はしてないですが、